じゃあこんにちは、豊さん、はい、昨日の、まあ阪神と DeNA の試合、もうここはもう3位と4位で、DeNA がね、まあ、熾烈っていうか、はい、まあまあ、でも嫌な足音が聞こえてるだろうな。そうなんです、 3.5 ゲーム差なので、これスイープすると 0.5 までいく可能性があるという中で、はいはい、まあ、昨日は DeNA が、はい、まあね、打線つながって相手ピッチャーを崩して、まあそうやな、はい、あれビーズリーが回避した時点で伊藤将司、はい、あ、これは DeNA 勝つなと思ったいや、やっぱり伊藤将司の今年はあんまり良くないもん。あの先発から中に回っても良くない、ね、良くなかったんだよな。だからこれ持つかなって、うんうん、それか、まあ、ショートスタートで繋いでいくのかなとか思ってたけども、はい、やっぱ捕まったな、ちょっとな。もう序盤にそうでしたね。まあ、ただこの試合、はい、熾烈といえば、あの同じチーム内でも熾烈な不穏なというか、はい、ありまして、はい、あれ7回の阪神の攻撃、はい、ここピッチャー大貫投手に代わってウィックがマウンドに上がったんですけれども、はいはいはい、まあ糸原選手代打のフォアボール、はい、近本選手ストレートのフォアボール、はい、で中野選手がヒットで出塁して満塁のところで、はいはい、ここで、もう自ら三浦監督が出ていって坂本に代えたな。あ、そうですね、はいはい、そこです。なんだよそこで。そうなんです。当然やないか、そんなもん。まあ、そうです、もちろんね、あのワンアウトも取れてないわけですから、ね、そりゃそうだよお前。ここからです。でもそれには伏線があるんだよな。はい、で、あのノーノーと、あの降りたくないというふうにマウンドでは。いや、まあ、そりゃそうやろ、はい、ノーノーじゃねえよお前どうしたらその前にフォアボール出すなって。確かにあの監督コーチファンはそう思いますよね。まあまあね。で、そこに来たのが三浦監督、通訳の方と一緒に、はい、でそれに対してあのかなり厳しい表情でチェンジと言って、腰のあたりをもうどかすような形になって、まあまあ、 で、まあそれでマウンドを降りていく感じになったんですけども、かなりあのもう表情から行動からベンチから出てくる時ももうかなり怒り浸透だったんだろうなというのが分かるような形でした。まあ苛立ちはあるよな。見ていて分かりましたか？それは分かるよ。いや大輔って意外と冷静で。そうですよね、まあ、いつもいつも冷静でいるのに、はい、やっぱ感情的になってるな最近。あ、そういうの 見て取れますか？いや、この前 の、 あの神宮でもそうだよね。 K を変える時でも、はい、あと1人なのに、はい、で1ヶ月以上勝ってなくて、はい、あと1人って言ったところを、まあ、非常にも変えたよね。はい、有崎さん解説行かれてたんですよね。まあまあ、俺は変えるべきではないと思ったけどね、はい、点差が7点ぐらいあったからまだ、はい、7点か6点ぐらいあったと思うから、はい、変えるべきではない。これはなぜかというと、やっぱ勝ってないピッチャーってそこ勝たしてやらないと、はい、まあそこら辺がトラウマになってくるかなっていうようなところもあるし、うん、で K の時って意外と援護点がないんだよね、はい、まあ、ジャクソンもそうなんだけど、両外国人に対して援護点がないと、うん、やっと援護点もらえてやっぱ勝ちたいって欲 で、 そうですよ、ね、俺はなんかすごい焦ってんな、可愛いなと思ってたの、うん、まあ、だけどやっぱりベンチ預かってる人間とすれば、うん、何やってんだこの点差でっていうのは、うん、まあ、感情的には思ったかもわからないね、うん、まあ、だけど俺はそこはやっぱこうあそこの時点でホームラン打たれてもっていうようなちょっと計算をしてたんだけど、うん、確か2点差まで詰め寄られることはあっても、はい、逆転されることはなかったんだよホームラン打たれてもね、うん、でなんで変えたかというと、山田に1打席目ホームラン、はい、2打席目タイムリー、うん、での3打席目山田のところに変えたんだけど、まあ、これはやっぱり気色悪いけどね、打たれる、また打たれるんじゃないかという気色悪さはあるにしても、俺は変えなかったな多分。ああ、豊さんだったら、うん、それはやっぱりあと1人だから頑張らせないとさ、で勝ち投手の権利をあの取らして次の回から変えてもいいけど、はい、あの感情的な変え方っていうのは俺チームにとっては良くないなと思ったよ、うん、あれ非常でも何でもなく、はい、やっぱチームの輪というか、はい、非常って情がないという、うんうん、やっぱそこは情は欠けてやって良かったと思う。それが先のチームのためにつながるってことですね。いや、そうだな、3位を狙うためには、うん、やっぱ K の力と、はい、ピッチングっていうのは必要だし、はい、うん、いやだから俺はちょっとこれでおかしくなってる、うん、で昨日もやっぱ満塁で変える、はい、これは当然なんだよ変えるのは、うん、だからああいうことがあっての昨日だから、はい、やっぱ外国人同士って、うん、密なこうコミュニケーションっていうのは多分取ってると思うよ。そのシーンも見てますよね。いや見てもう、うん、もうその試合投げてるからさ、そうですよね、うん、
え、変えるんやみたいな、そうですよね、なんだおいみたいな、うん、まあちょっと言えば反旗を翻すみたいな、うん、まあそういう状況にもなってるだろうなと思うし、はい、まあこういう状況を作るっていうのはあんまり良くないな、チームにとって ですよね。でもね、昨日のウィックは俺は変えられて当然だと思うよ、うん、ただ経営のを見てて、はい、ま、自分だから、はい、だからそれに照らし合わせてなんか仲間を得てるから怖くないわけよ。なるほどね。あとは何かこの絆というか、そうだな、そういうのもありますよね。そうだな、きっと。あとあのそのベンチの出て行き方と、あの、まあ、強い口調で、まあ、チェンジと言ってちょっと、まあ、まあ押しのけるというかどいてという形にした、まあ、怒りが見えるようなあの形っていうのは、あれはその、いや、まだね、マウンドに行くだけでもまあいいって思えば、ね、思わないと、うん、普通だって行くのもめんどくさいよ。いやいや本当だよ、あんなピッチングされてさ、うん、ね、俺はもう審判呼んで、ね、坂本って、うん、あプンって置いてこうやってベンチ座っときゃいい、ね、うん、あ、いやいや、わざわざ行くからお前抜かれるからおかしくない、抜かれてしまった、その演出が大事だっつうの。抜かれてしまって、で今これあの監督の試合後のインタビューでその件に関して記者から触れられると、え、覚えてない、もう覚えてないっていうふうにちょっとおっしゃってたということなんですけれども、うん、まあ覚えてなかったら危ないよな。そうですね、もう覚えて、いや本当だったらな、本当だったらカッと来て覚えてない、それは危ないでしょ。逆にね、逆にそうです、いやそれは冷静に覚えとけよと。そうです、ね、いやそれはね、ちゃんとね、俺はね、あの三浦監督が言った方がいいと思う。うん、あんなピッチングされて、ね、変えない監督なんかどこにいるんだって、うん、逆に言ってやればいいんだよ、うん、だから新聞は通訳が見て話すから、まあそうですね、うん、だからそのぐらいの意思があるんだったら強い口調で言ってもいいと思う、うん、ただコミュニケーションとか今だからその中でどういうふうにその信頼関係であったりとかその、うん、どうなのかなと。いや、まあまあ負けるとね、うん、負けたりとかその本当に熱く戦ってる時っていうのはやっぱ感情が激しく動く時ってあるよ、うん、まあ、それを冷静にまとめていくっていうのが監督の作業だし、そうですね、だから監督が熱くなってたらやっぱ良くない、うん、もうずっとそういう監督だったらいいんだけどさ、あ、もうね、例えば星野仙一さんとか、もうそうそう、はい、いやなんか冷静に進めてて急にここら辺に来てなんか、はい、おい、なんか焦り出してるぞみたいな、うん、まあ、それじゃ困るわけよ。そうですよね、だから常に怒っとけばよかったんだよ最初からね。そういうキャラだったらっていうのもありますけどね。まあだから冷静にやるんだったら冷静にね、うん、やらなきゃいけないし、そうですね、やっぱ難しいと思うけど監督って、うん、まあ、だけどそこら辺はやっぱこうチームを預かってる人間としてね、はい、まあ、責任があるよね。それとやっぱ覚えてないじゃなくて、うん、やっぱ伝える義務はある、はい、うん、ね、それは、うん、じゃないと外国人に対しても示しがつかないし、はい、ね、だから、まあ、そういう、 こうチームの流れっていうのはあるよね。そうですよね。というのはその後あの監督とウィックは話したようなんですけれども、だから話す必要があるのがおかしいよ本来だと。おかしいだろ。そうです。なんで話さなきゃいけないんだ。逆の立場で考えてみろって、うん、お前が指揮取ってて、うん、ピッチャー変えて、うん、ノーアウト満塁作られたら、うん、変えないかって、うんうんうん、どこをどうやって信用するんだって、うんうん、例えばみたいな審判の、はい、とのジャッジが合わない、うん、キャッチャーもみたいな、うん、これがみたいなのが続いての満塁だったらまだしも、はい、ね、いやもう明らかにボールだもん見てたら。そうですね。ただそのウィックはやっぱりもう一球投げたかったっていう、投げたかったらその前にしっかりやっとけって、ね、まあそうなんですけど、いやだけど、うん、その後から森下、はい、里輝、大山って、うん、リーグでワンツースリーの得点圏のバッターが揃うわけよ、はい、そりゃ無理でしょそんな調子の悪いピッチャー投げさせてたらまあ確かにそう、ね、お前自分の立場ちょっともう考えてもの言えって確かにまあと思うよ俺は、うんうんうん、いやその前にその使い方とか起用方法とか、うん、そりゃ溜まってるものがかなりあったのかわからないよ、うん、まあ登板方 になってるとかさ、はい、そんなことはやっぱこう監督の使い方だから、うん、これは分からないけども、うん、
まあだけどやっぱあのピッチングで変えられて文句は言えないよな、まあ確かに文句は言えないピッチングだ、ね、だから何を話し合ったんだろうね。まあわだかまりがないようにこういう意図で変えたんだよとか、もちろん期待しているよとか何を話したかわからないんですけど、もうね監督が一人なんだよそこは、うんうんうん、だから選手はやっぱもう、まあ、それは話し合わなきゃいけない時もあるかもわからないけど、昨日は話し合う余地もないよ。いや監督話があるって、じゃあ聞いてやるから話せと、うん、ね、なんだって言ったら、いやあんなとこで変えてほしくなかった、うん、もう出てけよお前って、うん、言うよ私お前何を考えてんだと、うん、いうようなことだよ多分。あとはそのあそこでその、まあ、感情的ではないですけど三浦監督もこう怒りをマウンドであらわにしたことについて話されたのか、うん、それでいいじゃない。なんだか分かんないけど、でもね俺はまあ、監督としては、ね、ピッチャー交代の時に感情をあらわにするんじゃなくて、意外と冷静に、いやもう変わるよって、いやそれはもうしょうがないだろっていうような立場でいてほしかったけど、やっぱね、でもね俺は人間的でいいなとは思ったね。やっぱり人間がこう感情を見せる、それはよっぽどのことだと思うよ。だから監督にとってはよっぽどのことだと思うから、俺はすごく人間的でいいなっていうふうに思った。今もうなんか事務的で機械的だもん。あ、まあ、今はそうですね、冷静というか、だから、うん、あ大輔もこれだけの熱さとか、うん、感情が動く時あるんだと思って、うん、それはほっとしたけどね、うん、だけどもっと早くそうなっててほしかったな。あ、ここに来てくるからじゃなくて、だって優勝できるメンバーいるよ、うん、そうですね、それをあのぐらいの暑さでグッグッ引っ張って、お前できないだとどけんぐらいの感じでやってほしかったな、うん、ただまあ、やってほしかったなって終わってるわけじゃないけどさ、そうなんですよそれしちゃうとまた大変なことになっちゃうのででもどうなんでしょう、まあ、外国人選手 DeNA には他にもいる中で、はいはい、この後はやっぱりチーム一丸となって戦って、やっぱりこうクライマックスシリーズに行くんだっていうな、まあ、ここら辺での時期的なこう溝っていうのは、うん、埋まってくれればいいけど、うん、どうなんだろうなと思うよ、うん、まあ、外国人って契約もあるしさ、オールシーズンね、うん、だからどうなんだろうなっていうのはあるね。そうですよね。あとはやっぱり宇多さんずっと言われてたのが、 DeNA に関して例えばエラーだったりとか走塁のミスであったりとか、そういうところをもっと、例えば三浦監督采配なりでもっと熱くなっても、序盤から良かったのになっていうのはずっと今シーズン、まあ、そうだな、話されていましたけど、まあ、あるよねそういうことはね、うん、まあまあだけど、まあ監督が持ってるそれが一つのスタイルというふうに考えればさ、うん、俺の見た目と大輔の見た目っていうのはやっぱ全然違うだろうし、うん、それは人間が違うようにやっぱ考えてることも違うだろうし、うん、それは当てはまることではないけど、うん、俺はでも熱さを持って引っ張ってほしかったなっていうのは、うん、まだ終わってないけどね。そうですね、まだチャンス十分ありますよね、まあ、全然チャンスはあるんだけど、はい、やっぱ引っ張っていく方が、うん、なんかそのみんな選手とか、うん、そういうことを望んでんじゃないかなっていうような気がするよ、うん、ベイスターズだからもうちょっとシャキッとしない守備したら、うん、エンジン組んで監督が、はい、お前ら何やってんだと、うん、いうようなことで怒ってもいいし、はい、そのためにコーチをね、コーチ会議で怒ってもいいし、お前何やらしてんだって、うん、何を教えてんだと、うん、いうことだってやっぱ熱くなっていかないと、うん、いい人でやっぱ監督ができないよ、うんうん、ベイスターズというとやっぱりなんかこう和気あいあいとっていうなんかチームカラーがすごくあるのかなっていう、ラミちゃんが監督されてた、いやラミちゃん厳しかったからな意外と、うん、それはもう3本打ったって出さないときは出さないし、うん、いやだからまあ誰がどうのこうのっていうんじゃなくて、うん、じゃああそこのリーダー誰なんだって牧っていう選手がいる、牧を叩くのか、うん、もっと監督として、はい、お前何やってんだと、お前リーダーじゃないのかって、うん、こんなお前手たらくなお前野球しやがってとか、うん、また仮によ、はい、とか、うん、叱責するとか、うん、とかできるんだったらいいし、うん、まあだけどそれができないんだったら牧に置いとくんじゃなくて自分がやっていくとか監督として、はい、うん、とかなんだよね、うんうん、だからまあそういう熱さだなやっぱりな。そうですよね、やっぱりこう
引っ張っていくもの、統率していくもの、うん、まあ、それがやっぱ大事だなというのは思うけどね。そうですよね。まあね、昨日はね、勝ちましたけれども、また今日、うん、明日とまだ2戦この阪神との直接対決残しているわけで、まあそうだね、昨日の勝ちをやっぱりね、今日どういうふうに見せてくれるのかっていう。それはそうだよ、まあ、阪神もね、うん、必死だし、あの食らいついてくるだろうしな。そうなんですよね、まあ、東と村上な、はい、まあ、どうなるか、村上も勝たないとな。東は一番安定してるからね。そうなんですよね、嬉しいよ今日の試合は。今日の試合、うん、ただね、本当に今日の試合がね、やっぱりちょっと左右してくると言っても過言ではないと思うので。まあ、そうだな。もうね、この時期になってくると、まあ、暑さもさ、和らがないし、もうね、カッカしてるよ、まあ、お疲れは来てるし、外暑いしね、もうね、腹ペコでイライラしてるとか、腹ペコでなんかね、そんな感じの感情の中でやってると思う。それが昨日出たんですかね。爆発してるの、みんなみんながみんながなんかもう、でもまあその厚さは俺悪くないと思うしね、うんうん、まあウィッグの気持ちもわかる。そうです、ね、俺が責任で、俺の責任だから俺は取らせてくれみたいな、うん、まあ、そういう気持ちもわかるけど、うん、まあ、変えられることの理解も示さないとね、うん、よかったね、まあ、チームとして成り立っていかない、ね、そうですね、あのベンチで伊藤光捕手が話を聞いてあげてたっぽいです、ウィッグの。そうそうそう、まあ、英語通じるんかなんかボディランゲージかなんかでしょうね、きっと。でもね、ここら辺でね、傷の舐め合いはしない方がいいよ、うん、いや、それはお前が悪いと、うんうん、ね、だから次頑張ればいいんだよって、うん、いう風なことをちゃんと言ってあげないとさ、うん、それは先頭バッターのフォアボール、勝ってる試合で先頭バッターのフォアボール、はい、連続フォアボール、うん、話になりませんよっていや、本当にいや、そのぐらいのことはね、しっかり選手同士の中で傷、いやいや、まあ、今日はお前が調子悪かったとか、うん、調子悪いとか言ってるもう時期じゃないんだから、はい、いやいや本当に、うん、いやだからそれはね、もうね、傷の名前はしない方がいい。なるほど、はい、まあね、あとまた別動画になりますけれども、はい、阪神もちょっと ね事情が変わってきたというところで、自力の、そうなの、はい、2位がなくなってきたというところで、も、まあ、岡田監督がね、ちょっとご立腹の様子なので、そういったあたりの動画もまたちょっと撮っていきたいなと思います。これはまあいいか、はい